スおもちゃ編。おもちゃ持ってる？じゃあ持ってない。使ったことある？ない。使ってみたい？いや。指で遊んだことある？指はないかもね。なんで？俺なんて毎日遊んでるけどな。おお、男は当たり前。え？じゃあ、おみおかさんが君と一緒に指遊びするってのはどうかな？それはまた話が別。え、本当に指遊びしたことないの？いや、まあ。では調べましょう。え？指遊び貯金ルーレット 3, 2, 1! 7日前ピンポン。ピンポンいただきました。大ピンポン。マジ最悪。え、おかしいこと言ってる？どういう時にするの？気分でしょ。え、ちなみに、指遊びってどういう指遊びするの？炭治郎。カエル作ったら。あ、手で動物作るんだ。そう。でも気分はどういう指遊びをするの？え？ゲーム。どんなゲーム？これは厄介な難事件だ。もしかして指遊びとかおもちゃってエッチな方考えてました？違うって。ここ編集でピンポンって書いとくね。え？ピンポンバージョン流しときます。どうぞ。エッチな方考えてました？ピンポン。最悪。